ご配達をした郵便局バイトの末路。俺はカイチル、末路大学に通う大学生だ。父が郵便局に勤めているため、俺も郵便局で配達のバイトをしている。今日もお客様のもとへ郵便物を届けている。ご配達、個人情報の漏洩必ずないようにお願いします。では今日も一日よろしくお願いします。今日も張り切って届けるぞ。ん、この住所の家が見当たらないな。地図で見ても少し形状が違うし。ご配達をしないようにと家を探したが分からず、30分探したところでいよいよ焦り出した。ロングマップで見たらおそらくここだし、多分こっちの地図の方が古いんだろうな。てか時間もそんなにかけてられないし、間違ってもなんとかなるだろう。そうして俺は郵便物を自らの判断で適当に特定した家のポストに投函した。カイチル君、ちょっといいか。はい、何でしょうか。君、松戸町3丁目の角の家に郵便物を配達したの覚えてるか。覚えてますが。そうか、ちゃんと地図は見たのか。紙の地図では物件がなく、ゴングマップで調べて該当したので投函しました。そうか、それご配達だったんだよ。しかも中身が悪くて、本来届けるはずだった方への相続関係の書類でね、資産等の個人情報が載っていたんだよ。ご配達した方からの連絡で発覚したから、もちろん中身はご覧になられてるし、本来届けるべきだった方はカンカンに怒って裁判をするとのことだ。そんな。そうして俺は配達先から訴訟されることになり、郵便局側は慰謝料を支払うこととなった。違う部局に勤めていた父もなんとなく居づらくなり、郵便局は退職。軽い気持ちで行った行為がとんでもないことに発展した。